どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、遊戯王デュエルリンクスの歴史番外編ということで、ボックスね、デュエルリンクスってボックスがもう第25弾まで発売をされていまして、でまあいろんなボックスが発売されてきたわけなんですけども、私は疑問に思いました。急遽突然この25個もしくはストラクチャーも含めて、ボックスとストラクチャー、これどう考えても当たりボックスと外れボックスっていうのがあるわけですよ。まあ今思えばこのボックス向いた人マジで悲惨みたいな、まあ、外れボックスね、外れボックスとあと、いやこのボックス神だったわっていう、まあ、ボックスでちょっと分けてですね、まあ、お話をしていこうかなと思います。ランキング形式です、まあ、3つか4つぐらいですかね、4つずつぐらいで、まあもちろんですね、どんなカードにも使い道はあるということは理解した上で喋りますんで、まあその辺ちょっとご了承いただければなと思います。でですね、まあ観点的には、まあ、対人戦で使えるかどうかっていうことと、まあ、総合的に見てこのボックス環境で活躍したかどうかっていうのをまあ見てね、その観点からまあ外れあたりをまあ判断していこうかなと思ってます。でね、ざっとねバーって見ました。第3位発表していきます。外れボックスから、あ、今日のこの動画は外れボックスを発表していく動画にしようかなと思ってます。でですね、第3位ハズレボックス、エコースオブサイレンス、おめでとうございます。これ第3位にハズレですねこれ何がハズレかっていう話をするんですよ。まず見てください、 SR にですね、史上最強のウォーターワールド、そしてデザートストームっていうね、史上最強のフィールド魔法が2個追加されていると。これやばいわ、見事だわ、これ見事なほどハズレ、この SR は見事なほどハズレわけですね。これやばいですね、 SR ですからね、スーパーレアですよ、スーパーレアですからね。もうなんかその OCG でなんかデザートストーンとか、 なんかウォーターワールドなんてなんか見つけようと思ったらなんかご自由にお持ち帰りくださいみたいなストレージボックスなんか中に入ってんじゃねえかなっていう、そういうカードですからね基本的には。そして UR のこのサイマジと、まあ、それからサイレントマジのレベル1個ね、これなんですけども、なんと後日ストラクチャーで発売されます。うっそっていう嘘でしょっていう、沈黙の魔術師ストラクチャーっていうのがあるんですけども、これでなんと沈黙の魔術師と一緒にレベル8とレベル4が発売されちゃうっていう、ボックスに入ってたカードストラクチャーで入手しだすなんて発売されちゃうっていう、まあもちろんこっちは課金しないと手に入んない、3枚以上は手に入んないカードだし、まあ、あのボックスはジムで向けるっていう利点はもちろんあるんですけど、そうは言ってもこれストラクチャーに入れちゃう、ストラクチャー入れちゃったらなんてボックス向いた人これ涙目じゃないのこれっていう、そういう話で、もう一個の UR もやばくて、これスペアドラゴンっていうね、もう当時でも使ってる人ほとんど見なかったけどね、これ、まあ昔はですね、ドラゴン、なんかそのドラゴンスタンみたいなね、デッキがありまして、スタンピングドラゴンみたいな、スタンピングクラッシュを、まあ、採用したドラゴンデッキみたいなのがあったんですよ。それあったけど、それでも入ってなかったみたいな。ちなみにスペアドラゴンって、これ貫通を持ってるんですけども、貫通するんだが、自身の守備がゼロだから、これね、スペアドラゴンをね、エネコンされるとね、スペアドラゴンで、スペアドラゴンが貫通されるっていう、要するに、こいつの弱点は自分なんですよ。スピアドラゴンの弱点は自分自身スピアドラゴンはスピアドラゴンに弱いっていう、ね、そういう話はあったんですけども、ラインナップ見ていくとね、まあそこそこ強いから、例えばドッペルゲンガーとかは、まあ、そこそこ強いは強いんだけどね、まあ、そうは言ってもまあどのデッキに入るかっていうのでちょっと微妙だし、で非常食とかもねコンボパーツですからね、コンボデッキですからね、これはだし、もうさらにこのなんかアルティメットインセクトレベル7が入ってる時点でもう結構やばいんですよ、結構やばい。これもね、マジで俺、脱されたことほとんどないかな。ランク戦多分1、2回じゃない、こんなにやってきてリンクスを。1、2回くらい脱されたことあるかな、多分。うん。で、ラインナップを見ていくと、まあ、そこそこ強いカードっていうか、なんかその、キドとあるカード、まあ、例えばキラースネークとかね、
こういうのは入ってるんですけど、これエラッタ されてて、まあ全盛期の強さないし、フラッピード懐かしいな。このカードなんかダイダロスを出すためにこれ墓地から除外するとなんか、レベル5以上のなんかあのモンスター特殊化ができるみたいな効果を持ってたんですよね、墓地に。これダイダロスを出してたんですか、なんやかんやするみたいなデッキは組んでいた記憶がありますね。あとガガキゴか、ガガキゴもまあ打点はもちろん高くて1850っていうレベル4水属性、まあだから使われこいつ結構使われてた記憶はまあありますけど、例えばなんか海の資格とか海からの資格か、なんかあのカジキロータもなんか今や誰も使ってないスキルがあるんですけども、あのスキルと一緒に使われてた記憶はなんかあるね、このカードは。だけど今やもう全く見なくなったしね、今環境で見るカード本当にほぼないんじゃない、これ。一応最悪マシュアレベル8はあの見るけど、まあそれでもストラクチャーに入っちゃってるからこのカードはアイデンティティがないし、でじゃあこれなんで3位にしたのかと、このボックスなんでこのラインナップで3位にしたかっていうと、これがあったんですよね、肥大化、肥大化があって、でこのカードが活躍したんですよ、 ものすごく環境で、まあ、外役デッキって言われるハガフライング規制でハガがね、インセクトを虫さんをデッキにぶち込んでくる、しかもなんか当時は最大3枚までぶち込めたんですけども、その3枚のぶち込みにぶち込みデッキにアマゾネスの剣士をぶち込んで、で肥大化ラバゴして、でラバゴにアマゾネスの剣士でおっぱいバーンって特攻していくっていうデッキだったんですけども、そういうデッキに僕3積みされててマジで強かったんですよ、マジで強くて、このカードもうラバゴを代打叩きできないんです、6000にしてロックして、でおいおいなんかそのアマゾネスの剣士で特攻されるってもうたまったもんじゃねえよそんなの。ちなみに肥大化に6000にアマゾネスの剣士ダーンってやったらもうワンキルなんで、これがあったから、まあ、一応このパックの価値はあったのかなと。環境的に見てね、まあ、もちろん個々のカード俺は好きだし、もちろんね使ってたけど、まあ、総合的に環境的に見て外れだったのかなと、がまあレベルアップ系のこのストラクションかな、はい。ということで第3位はエコーズオブサイレンスでございました。でね、第2位ですね、第2位はストラクチャーから、ストラクチャーからリンクスのストラクチャーってなんかあんまり強くないイメージも皆さん持ってるかなと思うんですけど、初期の方結構やばくて、でなんか今ザーって見て結構やばいなと思ったらいくつかあったんですけど、これがね一番ねやばい勝った、これ一番やべえわ、もうシンクロコネクション、これが第2位です、これやばいね。まずそもそもラインナップのエースモンスターがジャンクウォーリアーって、ね、シンクロコネクションってなんか何シンクロコネクション、シンクロが出てこういうことですよ、シンクロっていうのはっていうのを何皆さんにお伝えするストラクチャーなわけですよ。そんなエースモンスターがそもそもまずジャンクウォーリアー、そしてジャンクシンクロンが指定されるんですよ、こいつチューナーはジャンクシンクロンってなければならない、でジャンクシンクロンのこの指定されたチューナーがこのストラクチャーにいないんですよ、こんなことあります俺これ当時ぶち切れた記憶があるからね、これぶち切れた記憶があるこれに関しては、これやばいでしょ、ジャンクシンクロン指定されているこのジャンクウォーリアーがエースモンスターに据えといてジャンクシンクロンいないっていう、ね、ストラクチャーに、でなんかここになんかドヤ顔で赤き竜のザドラゴンヘッドと相性抜群って書いてあるんですよ、なめんなと、なめんなって話ですよ本当にこれマジでやばいだろ。でまあジャンクウォーリアー以外にもバーってカード見ていただくと分かるんですけども、もう本当にラインナップキモすぎて、まあ、もちろんですね、まあその個々にコンボパーツとして有効に活用できるカードってたくさんあって、例えばエンジェルリフトとか蘇生できるね、これレベル2からのモンスターに蘇生できる、まあこのエンジェルリフトとか、あとそれからまあ変態御用達のジャンクアタックとかね、まあ、こういうカードはまあもちろんコンボパーツとしては有能かなとは思うんですけど、まあ、総合的に環境でまあその始めたての皆さんがコンストラクション買ってよし何戦やるぞって言って勝てるかと言われたら無理なんですよ、無理、そんなの絶対無理、マジでこれやばいねラインナップ。まあ将来性の話をすれば、まあ、ジャンクフォワードとかは強いし、うん、
っていうのはもちろんあるんですけど、まああとジャンクサーバントとかをね、これ特殊召喚できるモンスターなんで、ジャンクウォーリアとかいれば、まあ、将来に活躍できるかと言われると、まあできるかもしれないっていう話はあるけど、ただラインナップとしてはひどいかなと。うん、まあ、唯一の救いは安いっていうことかな、このストラクチャーのめちゃくちゃ頑張って探すと、あの安いって。ジャンクウォーリアも確かなんか優勢の初期デッキかなんかに入ってたし、こいつ2枚とか3枚積むカードじゃないんですよ、こんなモンスターは。このモンスターはで、ジャンクウォーリア確かなんかプレミアム加工のやつとか配られたりとかした記憶あるんですけど、確か違ったっけな、なんか、うん、だからまあストラクチャーを買わなくても手に入ると、ジャンクウォーリアはというね、まあ、総合的に見てこれ第2位かなと思いました。で皆さんお待ちかねの第1位ですね。第1位はストラクチャーではなくてボックスから、ラインナップ、ランクインと、もう分かりになってるかもしれませんけどね、皆さん圧倒的1位ランドオブザタイタンズ、これ圧倒的です。圧倒的1位これ圧倒的外れ、これやばいからボックス、まあ UR のラインナップを見ていただければ分かる通り、イエローバブーンとグリーンバブーンっていう、まあ、バブーン2兄弟が UR に指定されてるんですけども、これガチで使ってるやつ見たことないんですよ。俺ランク戦こんだけもう3年デュエルクスやってますけど、ランク戦で出された記憶ね、多分ね 1,2 回あるかないか、記憶にはないね、記憶にはない、ないかもしれない、もしかしたらないかもしれない、ないまであるやばいねこれが UR は、この UR2 枚はこれは未だにこれなんで、これなんでこんな僕殺伐したんだって思ってる俺は。でまあ SR も見ていくと、 SR もそんなに強くなくて、使われて今でも使われてるのは一応魔獣の怪獣がワンチャン使われてるかな、このカードは。魔法神デッキに入ってたりとか、あとまあ神、オベレスクとかを、あの特殊召喚じゃない、特殊召喚、通常召喚するための、まあリリース確保のために入ってたりとかするんで、これはまあそこそこ強いカードなんですよね、魔獣の怪獣っていうのは。なんですけど、あとこれね、あの神羅のあのデッキに強植物の反乱っていうカードが入って、これはねワンキルをまあ助長するなんか植物、墓地の植物族かける300なんか打点アップみたいな、なんかやべえ効果してたんですよこいつ。だからこれ神羅デッキに入ってたりとかしたんですけど、総合的に見るとマジでやべえボックスだな。ギアフリードとか、まあこのネイキッドギアフリードとか、この辺のモンスターはなんか動画にした記憶はあるけど、確かそうは言ってもだよね。あとメガロックドラゴンとかはなんか磁石デッキに入れてみたりとかはしたことがあった記憶があるが、今やもう絶対ハイネモンスターだしこれ。もうラインナップやべえな、普通にこのボックスやばいな、これもうこれ3周すあのした方がいいよっていう初心者におすすめするリンク詐欺っていうね、これなんかどっかでも話した記憶あるけど、リンク詐欺事件っていうのを勃発しまして、あの初心者の方とかが、まあ始めたての方がどのボックスを向いていいか分かんないじゃないですか最初。なんでまあどのボックス向いたらいいですかねってみんなに聞くんですよ、まあ、有識者にね。で有識者は答えるんですよ、ランドオブザタイタンズ一択答えるんですよ。でこれ向かせるんですよ、で絶望するんですよ初心者は、ランク戦であまりにも勝てなくてね。これがね世に言う、リンクス詐欺事件これやべえな、この事件が起きてる時点でもう。まあラインナップを見ていくと、まあちょい強いカードはもちろんあります。例えばムササビとかは外役デッキに入ってたりまして、あのハガのフライング規制っていうスキルで、当時はですねその規制中がデッキで最大3枚入るっていうマジでやばいスキルだったんですよ。マジでやばくて、でなんか相手の盤面は完全にその虫でロックしながら、あとムササビこいつって戦闘で破壊されると、あの同盟モンスターをデッキから相手のフィールドの特殊召喚できるんですよ。でこいつってリリースできないんですよ、アドバンス召喚のために。なんでこれがめちゃくちゃ強くて、でそれでまあ後々出てくる分断の壁っていうので、ムササビを相手の盤面にあの出して、で攻撃してきたら分断でして、全員の攻撃力をゼロにして、なんかもう盤面ロックするみたいな、そういうデッキだったんですけども、まあ、そういうのがまあ少しやったかな。あとこればが強いですね、ハリムシのソークスもまあそこそこ強い、まあ、デッキトップ5枚あの超やせるっていうのが強いんで、これは強いですけど、まあ、あとの残りはマジやばいね。たまには N でも使えるカードあんのかなと思って見てみたけど、なかったね、ないね、ないないね。アマリリースワンチャンあるな、これワンチャンだけど、もうざーっと見る感じこのボックスは圧倒的ハズレだと思います。
まあ、他にもね、いくつか候補はあったんだけども、例えばこういうワンダーオブザスカイとかこういうのもなんかそんなに強くなかった記憶あるけど、まあ、一応ハッピーデッキとかが流行ってたんでバードフェイスがいたりとかしたんでちょっとランク外にしましたけど、はい、ということで、皆さんもですねこのボックスやばくないってのがあったらですね、ぜひコメント欄に残しておいていただければと思いますが、はい、今回は独断と偏見にてハズレボックスランキングトップ3発表させていただきました。次回はですね、当たりボックス、逆に当たりのボックストップ3トップ4ぐらいを発表していこうかなと思います。お待ちください動画を。それではまた次の動画でバイバイ。